島根県の磯吹自然の父はゆかりの地をめぐるバスレターが観光旅行を充実すれば古事記の世界も身近になるはずだと提案しました。また宮崎県の河野俊嗣知事は古事記のエピソードを日本の縁結びツアーにつなげるという取り組みを紹介しました。全然左側にある、なんかラーメン屋さん、薪ストーブみたいな、そこからの隣にあるちょっと高台になったところのお家、道路沿いの。小笠原武史とか、三沢忠宏。